店はなくとも青空シェフ。さあ。またのご用。私はどこだ。答えたはずよ。彼はもういない。私が彼を倒したのだから。なんだと、今も震えているお前がこの寒さの中で。お母様から受け継いだこのサイファーが見えないの。私が言っていることは真実よ。いい度胸じゃないか。友を殺した者と同じドワーフの武器を突きつけると、お前では鱗一つ傷つけられまいが、我が激凛には触れたぞ。黒い剣士を倒したとほざく、お前の腕前見せてもらおう。
ないで。静まってワーグナー。黒い剣士は死の国へ去りました。私たちは竜に手を出さないわ。手は出さないだと、よくも言えたものだ。誇り高い竜をまるで飼い犬のように使うお前たちが。あのドラゴン。思慮の足らぬお前のような小娘では到底女王など務まるまい。だがその武器の力は本物だ。黒い剣士を倒したのは信じよう。それに確信も得た。サイファーはやはり我らにとって脅威だと。いずれ許しはしない。野放しでおくと思うな。この弓は悪いことには使わないわ。本当よ。聞こう。ではその力で何をしようというのか。魔王を倒します。それはいい。愚かな魔石使い同士、せいぜい潰し合うがいい。無理だな。誰？カエル？そのサイファーでは魔王のバロールには逆立ちしたって勝てやしない。で、こんな寒いところはカエル向きじゃないな。まあ、あんたが無事でよかった。私を追ってきたの？ちょっと。魔王のバルウルに打ち勝つ方法ですか。陛下の石弓や魔剣を作り上げた名鍛冶師のブロムならば、もっと強力なサイファーを作れるかもしれん。だがあやつはメルヴィンの手で生きながら死の国へ送られてしまった。生きているなら死の国から連れ戻せないかしら。なんと恐ろしい。そのようなジ・アノベルドーでもやすやすとはいけはしますまい。そのベルドーも反乱以来行方知れず、連れ戻すなど無理ですじゃ。そんなに魔王のバローヌに対抗したいのかい？カエル、元気になったのね。ようやく温まったよ。危うく世界の終焉まで冬眠するとこだった。助けてあげたんだから口づけの件は終わりね。それとこれとは話が別だ。俺は助けてくれなんて頼んだ覚えはないぜ。あんたが勝手に助けたんだろ。なんですって？こんなカエル助けなければよかった。それではお礼にその魔法使いのことを教えるよ。ベルドーは三賢人と呼ばれる魔法使いのうちの一人だ。今頃は三人仲良くつるんでいるのかもな。あいつらが根城にしてる場所ならよく知っているぜ。どこなの？タイタニアの地下水道。カエル殿、どうしてそのような情報を？俺をこんな姿にしたのが三賢人の一人、ウルズールというやつなんだ。ベルドーの罪を許して協力させましょう。タイタニアへ使者を出して。それやめた方がいいと思うけどな。
難に三賢人を訪ねて、わしはあの方たちが話しているのをよく聞いておった。今の魔王オーダインはな、昔身分を隠して三人のもとに出入りしておった。わしも仕事を手伝わせたりしたもんじゃが、やつは三賢人を騙して魔石の秘密を盗み出したんじゃ。三賢人は怒っておったが、わしは驚いたよ。なんせあの魔王に買い出しから掃除まで頼んでおったからな。あっ、死んでもないのに死の国へ行くやつはそうそういないだろうよ。第一、あそこの陰気で湿気た空気は長く吸えたもんじゃない。何よ、知ったかぶって。冥界へ至る道は途中で大地の亀裂が迷路となっており、案内なしでは誰も行きつけません。道順を地図に記しても死の女王の力で消えてしまうのだそうです。抜け道を知る魔王は冥界へ自由に行き来するそうね。そのために死の女王に疎まれているのでしょう。いらっしゃい。ご注文は？以上でよろしいでしょうか。かしこまり。以上でよろしいでしょうか。ありがとう。よそで。おや、話を。おや、話を。メルセデス様、私不安で、人間の町に来るのは初めてなんです。この町で妖精を見るのは珍しいな。観光で来たんならお土産はどうです？こちらです、女王。おかしいわね。タイタニア王には来訪の旨、前触れを書き送ったのに、城ではなくこんな裏路地に案内されるなんて。三賢人の一人ウルズールはタイタニア王の側近だ。細工はたやすいよ。間違いなく騙されてる。
反逆罪を許そうというのに、ベルトーがなぜ私を騙すの？別に悔い改める気もなければ許してもらいたいとも思ってないのさ。後悔したくなきゃ戻った方がよくないかな。話せばきっと分かってもらえます。今までお母様に忠実に仕えていた魔法使いですもの。やつが素直に応じますかな。ジーヤまで。あんたのお守りをしてくれる相手ばかりじゃないぜ。カエルのくせに分かったような口を。それならなんでお前はついてきたの？陛下、気になるからさ。Yes.